Buongiorno a tutti, come state? Oggi in Italia si sta da Dio. Si sta bene, non fa caldo né freddo, è vera primavera. Minasama, ohayou gozaimasu. O genki de irasshaimasu ka? Kyou no Italia wa mou haru rashii saikou no otenki desu. Demo, mada coronavirus no sei de 外出制限が出ているのでピクニックに行けずにお家におります。今日はですね、皆様にイタリア語でマジ信じらんないってよく日本語でも言いますよね。どうやってイタリア語で言うんでしょうか。よく使う言葉なので皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。日本語でマジえ、vero。ま、え、vero。vero。結構この V と R の発音が入っているので、日本人の方にはちょっと難しいので、頑張ってください。vero は、下唇に、vero。ま、え、vero。はっきり言わないと、え、vero になると全然違う言葉になっちゃいます。え、vero？ 本当？とか、え、veramente？ベラメンテはやはりベロから派生している言葉で、ベラメンテ本当にっていう言葉です。え、ベロ。え、ベラメンテ本当にマジとか、ノンチクレイド。ノンチクレイド。信じらんない。信じられない。ノンチクレイド。ノンチポッソクレデレ。ノンチポッソ。ポッソはポテレ。できない。クレデレ、信じる。ですから、信じることができない。信じらんない。ノンチポッソクレデレ。ノネベロ。ノネベロ。絶対そんなこと信じられない。嘘でしょ。ま、エベロ。エベロ。エベラメンテ。ノンチクレド。ノンチクレド。Non ci posso credere. Non ci posso credere. で、最後に、incredibile. 信じらんないことだわ。まあ、incredibile は結構英語でも使いますよね。なので、結構似てます。英語と。incredible ではなくて、incredibile。incredibile。ここも R の発音が入ってますので、よく、舌を回してみてくださいね。ノンチポッソクレーデレ、信じられない。こういった言葉よくフレーズの間とか人との会話に出てきますので、じゃあ最後にどうやってそうやって言われたら本当だよ、ま、エベーロでそのまま言えばいいんです。ま、エベーロ、エベーロ、ま、クレディチね、ノンチクレード。絶対信じられないわ。言ったら、クレディチ。信じてよ。あ、クレディチ。ま、え、ペルケベーロ。だって本当だもん。ま、え、ベーロ、え、ベラメンテベーロ。本当だから、クレディチ。っていう風に返すことができます。Allora, ragazzi, avete imparato il modo di dire? クレディチ。ま、Veramente? Buon studio, alla prossima! Arrivederci, ciao!